そうだ、一掃してここら辺をもっと安全にしねえとな。ブーザーいるか、応答しろ。よう、テイク、なんだ。フェアウェルから逃げた日、サラをヘリでキャンプに連れてったネロの男がいたろ。あ、なんだって。あいつの名前が何だったか覚えてるか。されたんだぞ、何度も何度もな。いいか、あいつが生きてたんだ。何を言ってんだ、壊滅したキャンプを見たじゃねえか。ああ、でも別のヘリの後を追って着陸地点まで行った。そしたら、おい待て、着陸地点に行ったって。お前、よし、いいから聞け。奴らは無線でオブライアンって男の話をしてたんだ。リーグ、おめえ、よし、俺は何があったか知りたいんだ。ああ、今は休んでろ。切るぞ。残りの巣はまた後で戻って燃やすか。キャンプで好き勝手殺しまくりやがって。うこんな時にか。やられた。どうした、コープランド。それで、なんだっけ。薬でイカれた男が来て、いきなり銃ぶっ放して逃げやがった。奴のバイクはタンクが赤い、それに銀色のレース用ヘルメットをかぶってる。分かった、今行けば追いつけるかもしれない。生きたまま連れてこい。生きたまま。ああそうだ、捕まえたら無線で知らせてくれ。奴は見せしめに木の枝から吊るしてやる。法と秩序ってやつをドリフターのクソったれどもに示すんだ。お前には悪いが。いや別に、見つけてやる。ほらどうだ、もう待ち伏せはできねえな。ラジオフリーオレゴン、真実は人を解き放つ。俺の話を聞いていた者たちにはこの地獄のような日々の到来も驚きではなかった。俺は生き延びたが、政府に盾ついたほとんどの奴らは気の毒だったな。墓地は殉教者でいっぱいだ。政府の嘘を暴こうとしてみんな消されちまった。そして俺にも追っ手がついた。そんな中で俺はラジオフリーオレゴンを始めた。人目につかないバンを基地に各地を回ったんだ。道が車で埋まり、橋が壊される前に何とかしてフリーカーを止めようと。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じるな。いや、墓場に埋まってんのは殉教者じゃなくてフリーカーだ。お前が動き続けたのはバンが見つかったら吹っ飛ばされるからだろう。そうすりゃこんなラジオ聞かずに済んだのにな。コープランド、今追ってるやつ誰を殺したんだ。聞いてどうする、賞金をもらえれば別にいいだろう。ああそりゃそうだが、ただ名前を知っておきたい。誰なんだ。一人はランダルって男で、1年前にここに来た。あとは知らねえな。確認するか。いや必要ない。あの野郎を見つけたら連絡してくれ。じゃあな。よし、スクラップだ。
いいね。さて、調べるか。分かったぞ。いたぞ。シルバーのヘルメット、赤いタンク、あいつだ。これから逃げられると思うな。なんで？コープランドのキャンプに乗り込んで暴れてやろうって思ったのか。人間殺して物取ってバイクでおさらばって、とんだショッピングスキルだな。逃がしゃしねえぞ。ご機嫌斜めだぞ。俺もお前が気に食わないがな。ドリフターの名を怪我しやがって。マニーが撃たれてたら誰が俺のバイクを直すんだ、このクズ野郎め。ざけんな。コープランドの犬が、てめえクソ野郎、ただの犬のくせによ。コープランド、捕まえたぞ。やつに言えよ。座標を教えるから、誰か人をよこしてくれ。聞こえてるか。おい、ドリフター。生きてるのか、ドリフター。ああ、生きてる。だが早く来ねえと落っちんじまうかもな。じゃあまた。地獄に落ちろってな。伝えとけ。